熊さんまああの、結果が全てですね。もし僕が結果出てなかったら、多分今バイトしながら、多分愚痴言ってたんでしょうね。コンビニで働きながら、いや、あの時借金背負わされて、みたいなことをずっと言ってたと思いますよ、多分ね。<laughs> まあ結果が、結果が過去すら、結果は過去を変えるってことでいいですかね。結果は過去を変えるっていう。要は松下幸之助さんが、 このね、有名な話をしてるわけですよ。なぜ松下さんは成功したんですかそれは貧乏だったから、大病だったから、病を持ってたから、頭が悪かったから、だから俺は成功したんだよっていうことを言うわけですよ。でも逆に言うと、これ成功したからそれが美化できるんですよ。これ成功していなかったらね、松下さんが多分成功していなかったら、多分おそらくなんだけども、なんで俺はこんな貧乏な家に生まれたんだなんで俺こんなあの体が弱いんだ なんで俺だけみたいな感じで多分なってたと思いますよ。結果が出たから過去が、過去が変わるってことですね。だから過去を、結果を出せば過去すら変えられるってことですね。うん。だからこれはね、まあ資本社会主義で生きてるんで特にそうなんですけど、やっぱ結果が全てなんで、まあ結果を出すっていうのが、あの、前提ですね。じゃあ結果を出すために何しなきゃいけないのっていう話で、まあ、やるべきこと徹底的にやるしかないんですよ。 で、それが、結果が保証されてなくても、それをやりきった人しか結果手に入れられないので、やれば結果が出るんですかと、やれば未来が変わるんですか、みたいなことを言ってる人はずっと多分変わんないでしょうね。結果が分かんなくても、未来が分かんなくても、俺は結果出していく、人生変えるっつってやり,やりまくって徹底的にやって、あのー、腹くくってやった人しか多分ね、未来は変えられないと思いますね。 うん、逆に言うと未来あの結果を変えればね結果が出せれば過去すらあの伝説の物語になるっていうね <laughs> もはやその、うん、自分の武器となるっていうねもはや、うん、松下幸之助さんがあの言葉がずっと残ってる理由は逆にあれが武器になってるわけですよ貧乏で。 でもし、あの、松下幸之助さんがね、いや、僕が成功した理由は、もともとお金持ちに生まれて、もともと勉強も天才で IQ200 あって、なんだ。だから、成功できたんですよっていう、もしそれを言ってたら、多分ずっと残ってないです、あの言葉は。うん。はい。ということで、いってらっしゃい。